皆さんこんにちは、しゅうです。動画を見に来てくださりありがとうございます。ずっと行きたかった長野県の木曽というところに行ってこようと思います。我が家から距離があるので遠足気分です。遠出になるので荷物の確認をしたいと思います。水筒、車と家の鍵、ナッツ、チョコレート、酔い止め、頭痛薬、ハンカチ、メイク用品のベビーパウダーとワセリン、アイブロウとアイペンシルが一体になったもの、スマホケース兼財布、忘れ物がないか確認しパッキングが終わりました。途中何度か休憩を挟みながら2年前からいつか行ってみたいと思っていた場所にやっと到着しました。お目当てのものも無事に購入でき、娘も木のおもちゃで遊ぶことができてとても楽しかったです。早速開封したいと思います。このお弁当箱だけは直接手に取って購入したかったので購入できとても嬉しいです。職人さんが手仕上げで作った漆塗りのわっぱのお弁当箱です。もし漆が剥げてしまっても自分で漆を塗ることも可能で、お直しもしてくれるそうなので大事に使用すれば10年以上使えるそうです。このお弁当箱を持って娘と公園に行くのが楽しみです。本日は最後まで視聴していただいてありがとうございました。また違う動画でお会いできたらなと思います。このチャンネルではすっきり部屋を保つ工夫や、小さい子やミニマリストに興味のない家族がいる人や、ミニマリズムについて女性、主婦、子育て中の観点からお話ししています。このチャンネルに興味を持っていただけたら、チャンネル登録していただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。